どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日もやっていきましょう。柴沢さんの事例から考えるという形になるわけなんですけれども、まあ、学校や職場に関しては、ストレスに対して、まあ、どう対処していきますかという形になるんですかという形になるわけなんですけれども、まあ、なかなかその非常識な人の例を挙げると言ってもですね、まあ、世の中いっぱいいるわけなんですよね。はい。まあ、世の中、まあ、あんま私気にしないんですけど、まあ、なんか、他人のことを考えない行動をしちゃうっていう人はいっぱいいるんですけど、まあ、一般的に、まあ、よく、まあ、YouTuber とかやられてる人の事例とかいうのを見ていくと、ああ、世の中って本当非常識な人いるんだなってよくわかるんですよ。はい。で、まあ、柴田さんの事例から考えてみましょうという形になるんですけど、まあ、柴田さんって、なんですか、トップ YouTuber じゃないのか、トップ YouTuber というか、まあ、素晴らしい YouTuber の方なんですけど、まあ、ちょっとこれどうなんですか？私の個人的見解なんで、違うよっていう人言っても、ちょっと一切批判は受け付けないので、無視しますけど、非常識な人っていうのを見て、その、まあ、柴田さんのなんか対応とか、動画で喋ってることとか言うんで見て、ああ、そうですね、みたいな話とか、まあ、いろいろこうあるわけなんですよ。でも私、その柴田さんの動画見てるの結構好きなんで、まあ、柴田さん、まあ、朝の3日がとりあえず柴田さんの動画見るみたいなわけのわかんない人なんですけど、みたいな感じに。で、まあ、話やっぱ YouTube とかでバーって見てたりすると、やっぱ非常識な人ってやっぱ多いんですよね、多分。多いんですよ。で、やっぱその時と場所っていうか、で、状況っていうのはやっぱ考えないといけないだろうということだと思うんですよ。これはその別に柴田さんだけじゃなくて別に他の芸能人でもそうだと思うんですよ。別にその例えば、仕事をしていて、そのファンとの交流会で塩対応されたとか言うんだったら、ギャー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 怒るっていうのはよくわかるんですよ。ギャー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 怒るってよくわかるんですけど、その柴田さんか、例えば夜中帰り道歩いてましたって言って、柴田さん見つけましたっつって握手してくださいって、それはちょっと違うんじゃないかなと、まあ個人的には、まあ思うんですね。だって皆さんも考えつかないかなっていうのはあるんですよね。パチンコの収録とかをされてるわけじゃないですか、柴田さんって。で、柴田さんってパチンコの収録っていうことなんですけど、パチンコの収録ってまず、パチンコってまず朝早くから夜中遅くまでやるんですよ。多分12時間とか13時間とか14時間ぐらいずっとぶっ続けて打ったりとか、そのスロットってほんとしんどいんですよ。私もパチンコとかやったことあるんでわかるんですけど、パチンコ朝から晩まで言うとね、もう絶対パチンコ行きたくねっていう人なんですよ。もうそろそろ帰るかなと思うんですけど、確変が入ると帰れなくなったりするでしょ。いう感じになるんで、あるんですよ。で、これなんであるかっていう話になるんですけど、昔入試応援とかで入試の応援に行きますよっていうふうな話になるわけですよ。で、すんごい田舎とか行くと、その、で、お腹痛くなったりするじゃないですか。で、その、なんていうんですかね、結構私若い頃っていうのは、若い頃って結構気にするタイプの人間、まあ今でも気にするっちゃ気にするタイプの人間だったんですけど、その入試応援の前、まず緊張するんですよ。で、生徒来て、で、握手して、で、なんか帰っていきますよって。だから私は入試応援行かなくなったんですけど、まあ、塾開いてからもう全員に行けないので、もう行かないようにしてるんですけど、やっぱこう考えるわけなんですね。事故してないかなとか、病気してないかなとか、大丈夫かなとか、緊張してないかなって、どう声かけたらいいのかなとか考えるんですよ、結構。で、考えるから、その入試応援が始まってから終わるまでは大丈夫なんですけど、終わるとめっちゃ腹痛なるんですよ。わかります？で、めっちゃ腹痛なったタイミングが、ちょうどその入試応援が終わった時とかやったら、学校の先生に頼んで、すいません、お腹痛いんで、ちょっと便所貸してもらえますかって言えるじゃないですか。言えるじゃないですか。ところが、その、周りにコンビニがないとかいう時が、マジであるんですよ。で、その時に、ちょうどまあ、帰る時間のタイミングとかいうのが、そのなんか、ちょうどパチンコ屋さんがあったりした時とかで、まあ、お不備だったりした場合っていうのは、要するにまあ、パチンコ屋で行って、さっとこう、なんて言ったらいいですかね。トイレ借りて、まあ、パチンコの玉打ってみてみたいな感じでやって、まあ、1000円ぐらい突っ込んで、全部なくなったら帰ろうみたいな感じで帰ろうとしたことがあったんですけど、まあ、そういう時に限ってつくんですよ。そういう時に限ってね、うわーってなるんですね。で、結局その日、ちょうど全部オフだったんで、ずっといてっていう状態になるんですよ。で、まあもうほんとね、
疲れるんですよ。真面目な話。そんなパチンコ好きじゃない人間からすると、疲れるんですよ。で、だから、その柴田さんなんかはそうじゃないですか。その始まりから終わりまで。あれ、見てる人だとわかると思うんですけど、どうも柴田ですって始まってる時って朝じゃないですか。朝じゃないですか。で、本日の結果発表ったら夜になってるじゃないですか。で、ある時点で、もう、どんだけパチンコをやったかっていうか、スロットですね。スロットをやったかっていうのが、もう、想像つくわけですよ。ね。で、その、パチンコやスロットの収録の帰りでホテル帰ります、話になるでしょ？そしたら、柴田さんの体力残ってるわけないじゃないですか。そしたら、体力残ってないです。ヘロヘロですって言って、それで神対応しろって、むちゃくちゃな話だと思いません？むちゃくちゃ、むちゃくちゃな話だと思うんですよ、正直。その、何度私が言うても、その、塾帰ってる時も大体深夜1時とか2時だったりするわけじゃないですか。例えば、極端な話。深夜1時、2時の時にですよ。ヘロヘロになって帰ってる時にですよ。なんか言われたんですよ。じゃ、神対応毎回 100% できますかって言ったら、できるわけないんですよ。こんなもん。なんかできるわけないんですよ。で、ってことを考えれば、その、柴田さんが疲れてるなって見たら、普通は声かけないんですよ。普通に考えて。で、ところが、声かける人が一定数いるというのが大事です。ここが大事だと思います。声をかけちゃう人がいる。ね。盗撮はしないでくださいねって言ってるのが、まず、盗撮をしちゃう人がいるっていうことなんですね。で、これが YouTuber の人だけの人、YouTuber という特殊な職業をやってる人だけがこの被害を被るかって言ったら、そんなこと絶対ないんです。そんなことは絶対ないんです。いろんな職業の人と話をしてますが、私、いろんな職業でいろんな人の話聞いて、面白い話とか、ためになった話とか、仕事でこうやったらいいんだよ、松井くんって言われたりとか、いろいろとこう聞いてみましたが、非常識な人って世の中いっぱいいますよ。はい。塾開いてから、その保護者で非常識なことを言った人って、まあ、せいぜい一件ぐらいかなっていうぐらいの感覚しか思いつかないんですけど、その一件も多分僕思い出せって言われてもいまいち思い出せないんですけど、あんまないんですよ。まあ、多分塾で、まあ、その、来てもらってるお客さんが非常に優秀だからっていうのがあるのかもしれないんですけど、そういうことあんまないんですが、世の中全体聞くと、皆さんのいろんな職業とか聞いて、話聞いてると、非常識な人いっぱいいます。はい。で、学校の子供たちの話を聞いてもそうですが、これはもうずっとそうです。何年もやってますが、世の中にはそんなに非常識な人がいるのか、へえ、みたいなことっていうのは、しょっちゅう起こります。はい。しょっちゅう起こります。はい。で、ポイントになってくるのは、ここが大事なことです。だから、ここが大事なことなんです。世の中っていうのは、話してもわからない人が一定数ある程度いるから仕方ないと思った方がいいです。いいですか？話をして通じる相手だと、相手が全員だと思ってるからストレス溜まるんです。いいですか？話をしても伝わらない相手が世の中にはいるということなんです。いいですか？で、この話をしても伝わらない人がいると、ちょっと思っとくだけでね、ああ、この人話しても伝わんねえわっていうね。はい。もちろん、伝え方を工夫していくとか、伝え方を要するにどういう風にして改善していけば相手に伝わるだろうかってことは、これは考える必要性があると思いますが、あると思いますが、こちら側が仮に 100% 完璧に伝えるとしてますよ。いいですか？伝わらないことはあります。いいですか？で、非常識なことを言ってくる人はいます。コンビニとかでもいっぱいいるんじゃないですか？なんか知らないけど、新聞をコピーしてくれとかね。いや、帰るみたいな。お前バカかっていう話になるんですけど、まあ、そういう人はいるわけですよ、世の中にはね。何人も何人も。はい。で、まあ、その非常識な人見たら、まあ、あんまりストレスをためないようにした方がいいです。なんかね、もう非常識な人見てね、なんか、こう、なんかギャー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 言ったら、逆に負けかなというぐらいの感じには思いますが、はい。という形になります。はい。ということで、まあ、非常識な、まあ、怒っちゃうっていうケースもあるんですけどね。私なんかは特にそうなんですけど、怒ってしまうっていうケースは、ね、怒鳴ったりはしないですよ。怒鳴ったりはしないんですけど、余計怖いみたいで、これどうしたのかなと思うんですが、いう形になります。非常識な人はある程度いるんだと。ね。ある程度いるんだと。もう、100人いて100人とも常識のある人なわけないですから。どんな国だろうが、どんな地域だろうと、どんな、職種に就こうが、そんなもんだと思ってください。だから、まあ、必ずこの 1% ぐらいは、何を言っても通じない相手っています、これは。はい、います。はい。だから、それに関してはもうあんまりもう、思わないようにというか、非常識な人なんだ。ぐらいにね、思ってあげないと、
まあそうですね、仕事をするに上においても学校生活においてもしんどくなってくるかなというふうに思いますね。というわけでね、もう一つは、こういう形になります。そしてね、もう一つ皆さん覚えておいてほしいのは、自分が非常識な人間にならないようにしてくださいっていうね。はい。まあ、私もこう、勝手に柴田さんに何の断りもなく、柴田さんの事例って使って、お前非常識な人間じゃないかって言われるかもしれないんで、あれですけど、まあ、だから言っててもこんなもんですよ。だから言っててもこんなもんなんですけど、非常識にならないような行動を取りましょうという形になります。はい。私も柴田さん別に外で見かけたからって別に声かけたりしないです、絶対に。はい。それはまあ、プライベートな時間ですね。だから、逆に言うと、道端で、そのアイドルとか、アイドルやってる人とか、芸能人やってる人とか、まあ、そもそも気づかないってのもあるんですけど、そもそも気がつかないっていうふうな話なんですけど、そういう人見たからといって別になんか握手してくださいとね、写真撮ってくださいとか、まあ、言わないので、まあ、そういうことかな、というふうな形になります。というわけでね、はい、学校にもいます。職場にもいます。当然 YouTuber やってる方のファンの中にもいるでしょう。ね、家来ちゃうとかね、いろんな方いると思いますが。はい。非常識な人が見たら、あ、この人非常識なんだ、つって、まあ、流すぐらいでいいんじゃないかな、というふうに思います。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。まあ、皆さん、ストレスを溜めすぎないように、生きていきましょう。それでは、失礼いたします。